バーサス岐阜代表千葉の試合は3対1で松本山口チームの勝利となりました。皆さん選手へ今一度大きな拍手をお願いいたします。そして本日松本山口チームを勝利へと導きましたサポーターの皆様、ご声援誠にありがとうございました。